どうもこんにちは、太郎です。第4章もいよいよクライマックスでしょうか。やっていきたいと思います。風学オーバーロードいきましょう。お、カリムくん連れてきましたね。カリム連れてくか、いきましょう。めちゃくちゃなことになってるスカラビア寮。ここは本当に談話室なのか。こんなとこで談話できんだろ。食料も飲み物も全部持ってこい。今日は宴だ。アホーな王が消え、真の実力者が王になった記念日だからな。ジャミル大暴れだ。ああ、とてもすがすがしい気分だ。いくらでも魔力が湧き上がってくる。やばいね。仰せの通りに、ご主人様。ジャミル様こそスカラビアの王にふさわしい。ジャミルさ、めちゃくちゃ魔法すごかったんだね。ジャミル様、万歳。こんなことできないよ普通。そうだろう。もっと言え。俺を褒めたたえるがいい。あなた様はとてもハンサムで。あれしれっと登場。ほうほうって、いろいろで背が高くてそれで、いや、ジャミル早く気づけよ目がつり上がっていてとても賢そうです。それから？それから欲しがるな肩が怒ってて。いった、見るからに強そうな感じだな。おおうっとりですなかなかの褒め言葉じゃないか。お前たちはなんだこれなんかオーバーブロットしてジャミルアホになったのかな時空の果てまで吹き飛ばしたはずだ。この短時間でどうやってここまで戻ってきた。それは秘密です。乾いた川に水を満たして泳いで帰ってきた。素直秘密にしたのに。カリム、思ったより遠くてかなり疲れためっちゃ怒ってるじゃん、フロイド。なんだと？そうか、カリムのユニーク魔法で。お前の魔法にも使い道があってよかったじゃないか。いやいや、商売になりすぎるんだぞ、カリムの魔法は。植木の水やりか、お遊戯くらいにしか役に立たないくだらない魔法だと思っていたのに。カリムさんの力を侮っていたようですね。アズールが一番カリムの魔法を評価してるだろうな。ジャミル、お前が俺をどう思ってたかよくわかった。お前これどうなっちゃうんだろう。間違いなくお前は卑怯な裏切り者だ。バカめ、疑いもせず信じる方が悪いんだろ。正々堂々俺と勝負しろ。そして俺から奪った領長の座返してもらうぜ。ハリムかっこいい。奪っただと？どの口が。俺から何もかも奪ったのはお前の方だ。思い知るがいい。この俺の本当の力を。めっちゃ強そう。マジか、頑張ろう。俺の魔法の前にひざまずかせてやる。オッケー、すぐに積んでやるよ。強そう。絶大なるパワーだ。この化け物怖えんだぞ。ハリム頑張ろう。よし行くぜ。4万3000か貴族性連れてこないといけないですね、これやばいなカリムで気楽にな。ちょっとしのぐか。気楽にな。全ては無理はすんなよ先生。カリム、貴様引っ込んで。5000か、めっちゃ食らうな。ナイスショット、ナイスショット。やばくない？マジで強そうなんだけど。
悪そうな顔。俺こそがスカラビアの真の支配者だ。俺は絶対諦めない。ハリム頑張ろう。これは、あ、2ターン目は絶対に火ですね。いや、マジでさ、水打ちて、水。デュー魔法打ちたいんだけど、弱点になるっていう罠。使うか、でも。バカ、任せとけって。そう怒るな。ほら。貴様よしよしよし。リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか。僕を差し置くとは度胸が終わりだね。遅みっすよ。おお、エース君強いな。お、貴族生来ましたね。キー、うん、水使っておきましょうか。うん、エペル君で。そう怒るな。さあ、貴様、どう？貴様、宇宙の果てまで飛んでるか。やばい、強い。これ逆転できるのか。そうだな、ジェイドで回復したいですね。ジェイド使う。良い判断ですけども、いや待ってよ、最初水が来ることにかけて木行くか。いや、どうせ次のターンどっちか水で確定だから、木2回でもいいか。承知しました。いいだろ。いや、これどうなるかな。力に。そう怒るな。口答えをするの。やべえ。貴様、見せてやる。14。貴様14、やばい。これ無理ゲー。しょうがねえな。良い判断。そう怒るな。7000いかんよね。くたばれ。悔しい。ちょっとこれぞ絶大なパワーだ。ちょっとメンバー変えてもう一回挑みましょう。俺の魔法の前にひざまず。いい度胸が終わりだね。リベンジ頑張ろう。絶大なるパワーだ。ジャミルマジで強いな。なんていうか、あの動画とかやってて、ツイッターでもなんですけど、第4章のボス大丈夫ですかみたいなよく言われてたんだよね。確かに強えわ。貴族戦に1回打ちたいですね。いいだろう。でも安全策を取って水使っとってもいいな。これどうしよう。火が来る可能性あるかな。あるはあるんだけど、次2回にしとく？しとくか。わかった。すべてを。そう怒るな。朝は。貴様、貴様、引っ込んだ。オッケーオッケー。これは貴様、貴様、よし。ヒラミが抑えられたらさ、結構、立ち目も出てくるもんね。いや、マジでこの顔怖いわ。カラビアの真の支配者。俺は絶対諦めない。頑張りましょう。2ターン目、あ、火属性確定ですね。2ターン目は、マジか。リドル君がいたらな、エース打てたんだけどね。水、火、水でいきましょうか。そうする。これでいいだろう。シルバーなんか気合が入ってるな。そう無理をしてもいいことは。黙れ。マジか。目が覚めた。貴様、貴様、ダメだった。弱点が。見せてやる。いいぞ。貴様、ミス。マジか。ミスとかあるのか。2ターン目水属性にした方がちょっと安全ですね、今回は。カリム君、いや、気楽にな。水属性でいきましょうか。わかった。これで無理はすんなよ。まだまだ。貴様、口答えをするな。さらに貴様、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 貴
え、待って、全然ダメじゃん、さっきと比べて。マジか。こんなきつい。やばくない？勝てなくない？これ。俺の魔法の前にひざまず。いい度胸が終わりだ。マジで強い。スキップだわ。よし、行こう。43,000。さっきさ、読み間違えたのがちょっと良くなかったね。安全策、確実にダメージが出せるやつでいけたいところ。いいだろう。だから分かんないときは、水かな、こういうときは。それでいくか。これでいくよ。すべては一層起こるな。甘いよ。貴様、貴様、引っ込んで。踊れ。よかった、よかった。ナイスショー。ナイス、ナイス。強い、マジで。見た目、あ、いいっすね。うわー、でも木か、木、水でいかないといけないっすね。木、水。とてもエースクを使いたいんですよね。でもこうやって木がさ、確実に弱点だって分かってるときは木を使った方がいいのか、悩む。わかった。こうしよう。わかった。そうそう。弱点が確実につけるときは、ついた方がいい気がする。見せてやる。行くよ。貴様。オッケー。三ターン目。うわあ、これは難しいですね。最初は木でしょ。そうしよう。次もさ、水かな。水ってか、そうだね、火で行くのはちょっとリスクがありますね。水でいいだろう。無理をしてもいい。恥を捨て。貴様、貴様、口答えをするな。受けてみろ。貴様、水だった。これマジ強い。これを弱点で受けてしまうとマジで死ぬからやばいね。さて、デュオ魔法打ちましょうか。許可しよう。弱点の時にエース。しょうがねえな。これどうだ。そう、そう怒るな。エース君削りきれないから。見せてやる。どうだろう。リドル寮長、俺が片付けたっていいっすか。僕を差し置くとは度胸が終わりだね。遊びに来たよ。マジかよ。ミス終わった。気楽にな。なんで今のミス、マジで。そう怒るな。油断したな。貴様、貴様、引っ込んで。いて、ほいっと。貴様、どうなる。ナイスショー。あ、まだいい勝負だ。よっしゃ、リベンジしよう。マジでこれ決めよう。許可しよう。はいはい。エース頼むぞ。今度こそ。そう怒るな。引っ込んで。4000。4000が耐えれなかった。これぞ絶大なパワーだ。今勝ってたじゃん。俺の魔法の前にひざまず。かじりつくなんて。絶対倒す。ジェミルマジ強いわ。水いいよ。水でもいいね、これは。それでいくか。これでいく。すべては一層怒るな。目が覚めた。貴様、貴様、それ貴様、どっかなんてか、ジャミルさ、もしかして、なんだろう、攻撃が当たらなくなるさ、追加効果みたいな使ってるのかな。それが出る前に、ちゃん、なに、デュオ魔法とか当てた方がいいのかな。水2回ですかね。わかった。そうする。そう。無理をそう。怒るな。口答えをするな。覚悟。貴様。オッケー。どっか。行くぜ。貴様。いやー、今回これでキーは使えなかったのが悔しいな。よし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 、これだ。やだ。なんてね。許可しよう。これを待ってた。そう、当てるよ。
リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか。僕を差し置くとは度胸が多い。当てろ当てろ。口応えをするの。エース大好きだ。俺はどうか。宇宙の果てまで飛んでいけ。痛い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 。これ一気に有利になったね。水しかないじゃん残り。あのエースまでに倒したい。わかった。カリム。カリムじゃない、ジャミルだ。ジャミルにしようか。お、いいな。そう来るな。くたばれ。どうした？貴様、貴様。よしよし。こっからこういうこともできるんだぜ。これ いけるんじゃない？バカ、やってやろうじゃん。頼むよ。反論はなしだ。こうし。貴様。いやマジ強かった。味覚より甘くなかったかな。甘くなかった。マジ強かった。久しぶりにこんな苦戦したわ。これで1番に10になれたと思ったのに。ストーリークリア。いやマジ強かった。あー疲れちゃった。今回ちょっと1話しか進んでないんですけど、これで終わりにします。まあこれで無事に解決でしょうか。先進むかな、どうでしょう。続きは気になりましたね。ということで今回これで終わりにしたいと思います。良ければチャンネル登録、高評価、 Twitter フォローとお願いします。ジャミルマジ強かった。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。